まあまあ、ここには大奥ならではの様々な決まり事もございますゆえ、それがしは有功様の大奥での案内役のようなもので。大奥の中で措置がこれから先見聞きすること一切他言無用。禁を破れば措置の首が飛ぶぞ。覚えておけ。なんでみっともねえな。どっちだこのおかちめんこ。酒屋切ってのはな、戦国の世の男たちが兜かぶった頭がのぼせねえようにって髪すった、いわば侍の証なんだよ。それがなんでいい年して若衆負けなんざ言ってる方がよっぽど薄気味が悪いぜ。若衆って面かどうか鏡をよく見てみな。な、何を申すか貴様。おお、やるか。構わねえぜ、かかってきやれ。いい加減そこまでにせぬか。二人とも、午後の仕事が始まるぞ。副島、存じておろう。大奥での死闘、一切これを禁ず。これがお三の間、揃いの着物と袴だ。対等は許されん。対等してよいのは、お目目以上の方々と、お日の番の者に限られている。さて、まずお目見え以上の方々の部屋の掃除を。羽ぼうきは畑のように音を立てて打ってはいかん。お部屋の中には高価なものが多いゆえ、壊したり倒したりせぬようにそっとなぜるがごとく埃を払うのだ。そう、静かに。こうしてお召し物に香を焚きしめる。ん？なんてまあ、金魚やら猫やら生き物飼ってる部屋が多いんだ。お猫様と呼べ、そういう決まりだ。旦那様がお部屋に戻られると、今度は全部の支度だ。指示されたお部屋に夕下王を運びする。おい、水。これは大変ご無礼つかまつりました。あ、はい、あの、私も未だ大奥について詳しくは存じ上げませんのですが、確か未婚の将軍の初めてのお相手をする男子はご内相の方と呼ばれるそうなのでございます。ですが、そのご内相の方と申しますのは。よってご内相の方は死なねばならぬ。ご内相の方は上様に初めての夜伽の手ほどきをするという重大なお役目であると同時に、おぼこである上様を吐かしてそのお体に傷をつける大罪人。内々にそちは打ち首にされるのだ。